て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は劇場版仮面ライダー電王、さらば電王ファイナルカウントダウンに登場した敵ライダーについての動画となります。さらば電王っていう割にはめちゃくちゃ電王シリーズの続編が出てるらしいけどな。まあ、ここで電王シリーズは一旦の区切りとなり、以降は超電王シリーズに繋がりますね。さて、そんな劇場版の敵ライダーは、両太郎に用意したゴーストイマジンが、勇気ベルトとライダーパスを用いて変身する。変身。で、おなじみの仮面ライダー勇気、スカルフォームです。何？両太郎が敵になるのか？ゴーストイマジンは憑依する力が強く、両太郎でもなかなか追い出すことができず、実質人質として体を酔いように使われている感じですね。無理やり戦わされているのか。まあ、あの両太郎が敵になるなんておかしいと思ったぜ。スーツとしてはガオーのスーツをベースに、初期の両太郎の特徴でもあるマフラーを装着させたような造形になっています。本当だ、肩とか胸部はほとんどガオーだな。スペック的には通常の電王やゼロノスより少し高く、初登場時はゼロフォームとタロスズをまとめて倒し、ユウトは病院送りにされてしまいました。ゼロフォームのゼロノスを倒すなんてかなり強いな。サベジガッシャーという武器を携行していますが、使用する武器はゴーストイマジンの時から使用している剣をそのまま使用します。この剣はただ相手を切り伏せるだけではなく、勢いをつけて振ることで衝撃波を飛ばすことも可能です。特徴的な形の剣だぜ。必殺技はターミネイトフラッシュで、剣を地面に叩きつけた後、そこから発生した衝撃波を目標にぶつけて爆発させる技となっています。ベルトにパスを通してフルチャージしてるけど、ガッシャーじゃなくて自前の武器にエネルギーが充填されるんだな。さて、変身者のゴーストイマジンですが、シロウに雇われた3人組のイマジンの一人であり、戦えればそれでいいという考えの持ち主です。シロウ？今回の事件の黒幕であり、彼は幽霊列車に乗って、死者の時間と呼ばれる特殊な空間をさまよう400年前の武士の霊です。ゴーストイマジンといい、今回の敵は幽霊が相手か。彼は生前の恋人である空を生き返らせるために、聖者と死者の時間の入れ替えを画策し、今回の事件を引き起こします。時間の入れ替え、つまり死んでる人間が生き返って生きてる人間は死ぬってことか？成功したら人口がとんでもなく増えるな。空を蘇らせるには得意点を排除しなければならず、そのために両太郎を誘拐し、自身に先祖を抹殺させることでタイムパラドックスを起こそうとしました。まあ両太郎の祖先さえ殺してしまえば確かに両太郎は生まれなくなるけど、でもそんなことで生死の時間が入れ替わるのか？この辺の理屈はぶっちゃけ僕にもよくわかっていないんですが、シロウ曰くそういうことらしいんですよね。しかも、憑依された両太郎自身が先祖を殺す必要もないようで、死者の三族一味に江戸の町の住人を全員殺せと命じています。ふわふわしてんなぁ。前述の通り、すでに死んでいる人間を亡霊として復活させたり、消滅したイマジンも復活させることが可能だったりと、生身？でも強力な力を持っています。死人に対して生身って言葉を使うと違和感あるよな。武器として駒と鞭を使用しており、生身でありながら新たな電王を圧倒し、変身を解除させたほどの威力を誇ります。この新しい電王の紹介は次回以降だな。さらに、ゴーストイマジンを体から追い出した両太郎がクライマックスフォームへと変身し、あっさりとゴーストイマジンを倒した後は、シロウ自らが仮面ライダー勇気へと変身し、両太郎たちと対峙することとなります。シロウも勇気に変身できるのか。その姿がこちらの。変身。ファイナルフォーム。で、おなじみの仮面ライダー勇気、ハイジャックフォームです。マフラーが赤くなったぜ。あとは額のドクロや左腕のガントレットなどの外見の差はありますが、スペック的にはスカルフォームと全く変わりません。
ただしシロウの戦闘技術がゴーストイマジンとは比べ物にならないほど高いため、これまで作中無敗だったクライマックスフォームを倒したほか、ソードフォームとライナーフォームを同時に相手をしても圧倒しました。同じライダーなのに性能差がすごいな。さらにシロウが元武士ということもあってか馬の扱いにも長けており、劇中では騎馬戦にて電王たちを落馬させています。ある意味仮面ライダーだぜ。使用する武器はサベジガッシャーをメインで使っていますが、変身前のコマとムチも引き続き使用しています。コマやムチで戦う仮面ライダーってかなり珍しい部類に入ると思うぜ。そんなシロウの最後は、ソードフォーム、ライナーフォーム、新たな電王の3人のフルチャージによって変身解除に追い込まれて力尽き、空の本当の願いであった、彼を止めてほしいという願いが叶ったことで、二人は幽霊列車に乗り、静かに死者の世界へと消えていきました。もともと死者の世界にいたんだから、あんまり変わらないと思うんだが、おそらく成仏した的な感じだと思いますね。ややこしいぜ。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。